ありがとうございます。
クリスマスイブ、山下達郎さんのクリスマスイブという曲をお送りさせていただきました。次の曲はですね、有名だね。そうですね、あのちょっと日本語のポップスの曲をどんどんお送りしていこうと思うので、結構皆さんみんな知られてる曲たくさんあると思うんですけど、次は松田聖子さんのスイートメモリーを合わせて曲を合わせていきたいと思います。ちょっといつも私が歌うバージョンがあるんですけど、それにちょっとアレンジを、こうちゃんのアレンジを加えて、また姿感じでお送りしていきたいと思います。I'm not sure.
シャレなお姉さんが、クリスマスの日私に言った、私にウィンクして、でもね大人になれば私もきっとわかるはず、恋人がサンタクロース、本当はサンタクロース、数字風thank you.
夜に向かって雪が降り積もると悲しみがそっと胸に込み上げる涙で心の日を消して遥か車に季節を見ていた外はため息さえ凍りついて冬枯れの街路樹に風が鳴くあの赤レンガの停車場で二度と帰らない誰かを待ってる今宵涙こらえて奏でる愛の旋律今も忘れない恋の歌雪よもう一度だけこのときめきをセレブレイト一人泣き濡れた夜にはで主催するライブなんですけれども、初ライブでオリジナルの曲やりたいなっていうのが、目標だったんですけども、
それをちょっとやってもいいですか？ありがとうございます。結構なんていうの、私日本人の歌詞で愛が好きなんですけど、愛って AI の愛が好きなんですけど、愛が加藤ミネとフィーチャリングして歌ってるストロンガーっていう曲があって、それがなんか歌詞の内容が結構ずっと強くいたくて誰にも弱さは見せられないけど、やっぱり見え張りたいし強くいたいし、自分でもなんか強くありたいみたいに言う曲なんですね。伝わりづらいね、私の日本語なんですけど、私も Be Alright っていう曲をタイトルをつけさせていただいて、歌う、やっぱジャズとボーカルとか、あ、なんかちょっとありがとうございます。落ち着いた。なんかジャズのボーカル、ジャズコースのボーカル科に入って歌でやっていくっていうふうに自分の中で決めて、大学卒業してからのこととか考えてないし、就活とか考えてないし、留学したいって思ってるし、その中でやっぱ絶対忘れちゃいけないこの中にある気持ちとか。あー泣きそう。ずっと歌い続けたいし強くいたいっていう気持ちを込めて、書いた作った曲です。メロディー作詞作曲も自分でやります。はい、そんな感じで歌います。Thank you.
しい。でも言えないよ、言えたくないよ。
次が最後の曲となります。あ、えーとかない、ありがとうございます。共用するっていう、えーとかないの、えーとかないのって、もう最後は早いね、あっという間だったね。しばらくここで待ったか。あ、そっか。一曲だけだけど、あの最後の曲なので皆さんが、まあ、きっとご存知だろうという曲を、う、はい、最後にお送りさせていただきたいと思います。あの多分知ってると思うので一緒に歌っていただけたらななんて思ってます。歌詞とかもうどうでもいいからでしょ、ラララとかナナとかニャーでもいいしワーでも何でもいいんで、ちょっと一緒になんか、えなんか、あ、なんだか、すいません、あのちょっと格好つけてちょマイクとかこう向けたいなと思ってるんで思ってるんで、ちょっとなんか最後のとか歌ってくれたら嬉しいなと思います。はい、ということで、今度クリスマスライブ本当に寒い中こんなにたくさんのお客様来ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。最後の曲です、聴いてください。Yeah.
いいですか？よかったらぜひ。なのでせっかくなので沖縄の曲をクリスマスライブなんですけど沖縄の曲をやらせていただきたいなと思います。ちょっと2曲やらせてください。ありがとうございます。この灘草草を歌います。灘草草すごい。これはビギンさんが、作曲して森川陽子さん森山あやってしまった森山良子さんが作詞をしたんですけど、森山良子さんが若い時にお兄さん亡くしてしまった時に作った曲で、結構卒業式とかのお別れの時に聴くみたいなイメージが多いと思うんですけど、実際こう歌詞をかみしめて聴いてみると結構あすごい思いを込めて作ったんだな、歌ったんだなっていう風に聞こえてくる、とってもいい曲でした。なので、私もすごく思う人がいて、なので皆様もなんかそういうことが、まあない方がいいんですけども、まあいい大人の方ばかりなので、なんかそういう方がいたら思いながら聴いていただけたらなという風に思います。
ルバムめくりありがとうおてつぶやいたいつもいつも胸の中励ましてくれる人よ晴れ渡る日も雨の日も浮かぶあの笑顔思い出上がってね歌いたいなとね思います。リリンさんの曲ですね。まあ玉木さんとか結構指笛もできるし、あやった、なんか普通いいよそうそうとか言ってくれるとめっちゃ嬉しいなみたいな、いつもの温度の感じでいきたいと思います。最後本当に本当にこれが最後です。
バンドメンバーをもう一度紹介してください。オンキーボード、イヌイハンナオンベース、永瀬修明オンドラムス、足立純奈オンギター&ボーカル、豊田浩一郎ロシアの作でした。ありがとうございます。さすが、すごい店長の翔さん、すごい指笛がすごい、すごいんじゃん、指笛がすごいんじゃん、すごいんじゃんじゃあ最後は皆さんで楽しんで帰っていった楽しんでやっていただけたらなと思います神々最後なのにお願いします。Thank you.
大丈夫です。ありがとうございます。